2020年以来4年ぶり8度目のワールドチャンピオンに輝いたドジャースが1日、日本時間2日、本拠のロサンゼルスで優勝パレードを実施した。43年ぶり12度目となったヤンキースとの東西名門対決を制しての凱旋。ロサンゼルスは熱狂に包まれた。写真、優勝トロフィーとデコピン、MLB 公式インスタグラムから。パレードには大谷翔平投手の妻、マミコ夫人。 愛犬、デコピンも参加した。デコピンは背番号17のユニフォームを身にまとい、選手や関係者の子供が頭を撫でても騒がず、お利口さんに控えている様子が SNS でも映し出された。また、球場では何度も、デコイ、コールが連呼され紹介されるなど、知らぬファンはいないほどの人気ぶりだった。大谷と真美子夫人は3号車に乗車。 沿道を埋め尽くした数えきれないファンに、デコピンと一緒に手を振って答えた。また、ワールドシリーズ MVP のフリーマンなど選手も笑顔でファンに答えた。前回 V の20年はコロナ禍で優勝パレードを行えなかっただけに、1988年以来36年ぶりの優勝パレードだった。ワールドチャンピオンに輝いた後、ロバーツ監督が、みんなパレードするぞ。 と歓喜したように、チームにとっても待ちわびた瞬間だ。球団の発表通り、パレードは市役所前のスプリングストリートにあるグロリア・モリーナ・グランドパークで午前11時、日本時間2日午前3時から開始。カレンバス市長がパレードの開始を宣言し、パレードは1番街からグランドアベニュー、5番街へと45分間のルートを進み、 5番街とフラワーストリートの交差点まで約1.6キロの行程となった。ドジャースタジアムでもパレード中継が行われ、その後球場内では特別イベントが行われる。